はい、日本を武術で元気にする修華道の田中でございます。さてですね、小林和作さんについてご紹介したいと思います。こういう絵ですね。小林和作さんはね、広島の尾道に住んでてですね、こういうなんていうんですかね、明るい発色の色で、ほとんどの絵が山ですね。山の絵を描いたというよりも絵の具を描いたといった方がいいかも分かりません。何とも言えない素朴な色合いで、絵を描き続けてすごくたくさん描いた方です。これ確かね、うちの父のなんかお客さんでもあったらしくて、お話を伺ったりとかする機会が結構あったらしくて、なんか父とかを祖父がやってた会社のパトロン的なこともあったのかな。ちょっともうね、もうみんな個人になっちゃったね、詳しい話忘れちゃったんですけども、この方とてもねお金持ちだったんですね。だから自分でなんかいっぱい書いて安くなっちゃえとかって言ってたらしいです。なんか非常に作家さんとしか言うか、人間としてね、魅力のある人だったと聞いております。この方はそうですね、明治21年生まれで昭和49年に亡くなっております。おそらく尾道の方はみんなご存知なんじゃないでしょうか。とても日本のいい時代を象徴している方じゃないかなと思います。小林和作さんの作品、欲しい方、それから売りたい方いらっしゃいましたら、こちらの方に、お電話いただければと思います。0120-126-510-510、スモコット、それから LINE の、で、お申し込みいただきます。この動画の下の欄にも、LINE のアドレスも書いてますので、合わせてご利用ください。はい、ありがとうございました。